何かあったの？お前も感じたか？ちょっと嫌な感じね。託して誰か一人を蹴落とそうというグループが生まれたということか。そうになってるわよ。あんた、みんなに退学させられそうになってる。何人くらい俺に投票するかわかるか？どうだろう。マジでどうするのよ。っていうか、なんとか。あんたも意外と抜けてるよね。こういう時のためにお前がいるんだ。なるほど。まあ感謝しなさいよね。また追って連絡する。あいつもしかしたら今日呼び出されるかもって思ってたよ。だって首謀者の正体を知っているのは私だけだもの。分かったみたいだね。首謀者はまずお前に相談した。私も苦渋の決断だったんだよ、綾小路君。なら聞き出せそうにないな。夜中に呼び出して悪かった。どうかな、自信はない。教えてあげる。首謀者は山内くんだよ。坂柳か。そこまで分かっちゃう。に操られるとは思えない。前に坂柳は回すのは避けたかったんだよね。助かったよ、クシだ。あんたにやってほしいことがある。